施設がとても充実しててものづくりをするにはもうとても最適だと思って、先生方もとても一生懸命対応してくれたり、授業もとても充実しててとても楽しいです。2年生の冬に行ったドイツ研修です。1週間ほどドイツに行ったんですけど、そこでは実際の自動車の設計書やエンジンの構造を学んだりして、学校では知れなかったようなことがたくさん学べて、とても良い研修となりました。電気ウナギの発電機関を模擬したハイドロゲル電池を研究しています。人の体の電池で言えばペースメーカーであったり生体センサーなどがあるんですけど、それは固い容器の中に入っていて、それがもし壊れてしまったりすると人体に悪影響を及ぼしてしまうんですけど、ゲル電池であればすごく柔軟性があって、指で触れてしまうほど体に優しい電池となってます。電池の構造と発電力の関係性を研究しています。地元九州のライフラインを支えるような企業に入りたいと思ってます。そこで今勉強しているのが第三種電気主任技術者試験や、その就職試験のための SPI の勉強をしてます。機械工学科は設備がとても整っていて、先生方もとても一生懸命教えてくださるので、ものづくりが大好きな人にはとてもおすすめできる学科となっています。